トレーラーがカーブの途中で横転しているのが確認できます。事故があったのは小樽市あさり川温泉1丁目の国道393号線けなし峠です。午前9時40分過ぎ、赤井川村方面に走っていたトレーラーが左カーブで横転し、中央のガードレールに衝突しました。この事故でトレーラーの50代の男性が足にけがをし、病院に搬送されています。現場周辺は大きなカーブが連続する片側一車線の峠道で、去年バイクの死亡事故が2件起きるなど、毎年事故が多発する場所でした。警察で事故の原因を調べています。